こんにちは。神戸の整理収納院名古屋の小川奈々です。今日は来月の入院グッズを実際にスーツケースに詰めるところをご紹介します。まず重いものから収納していきますので、ペットボトルからになりますね。今回は8本、500を8本。わ、結構底面積がガタガタしてるね。こんだけのもの全部入るのかしらって、また防災リュックの時みたいな不安がよぎりますけれども、入れてみせるというね、思いで入れていきましょう。はい、これでペットボトルが入りました。下段部分にペットボトルが8本。はい、バスタオルのハンガー入れます。これ下着が入ってるバッグなんですが、この携帯用のコップありますよね。プラスチックなのでガラスではないので、まあ大丈夫だと思うんですけども、緩衝材巻くのもいいんですけれども、せっかくだったらこうやってお洋服のねバッグがありますので、衣類の間に挟んで収納しておいてあげたら割れにくくなるかなと思います。じゃあもうせっかくなんでコップの蓋も一緒に入れておきましょう、下着ケースの中にね。はい、これを空いてるところにじゃあ詰めましょうかね。うん、詰めちゃおう。はい、ま、右端が空いてるのでむぎゅっと入れます。入るかな。はい、それからまた端っこが空いてるので、上履き入れましょうか。よし、ハンドタオル、デオドランド袋、延長コード、メガネ、それからケアグッズなんかは A4 のチャック袋に入れてひとまとめにしておくとバラバラならないですね。それからブラシ、はい、結構パンパンになってきました。あとお薬ケース、立てて入んないかな。お、立てて入りましたね。それからフック、これは文房具がグルーピングされています。トラベルポーチの中にこのちょっと可愛いテンションが上がる切れてる付箋。あ、文房具でもこれ手持ちのカバンでもいいかな。うん、そうしよう。おー、アイマスクが結構厳しいですね。箱から出すかどうしようかな。でもラベンダーだから箱から出すと匂うかな。あ、これはちょっと考えるとして、手で運んでもいいので、アールグレー、かなり缶がしっかりしてるのでこれは入れちゃいましょう。はい、それから充電ケーブルはここにポッケがあるので入れます。マスクも入れなきゃですけど、はい、これで一回閉めます。はい、あと入らなかったものは和楽の付録、はい、伊藤若冲のね虎のカバン、この中に入れちゃいましょう。手で持っていくもの、はい、メグリズム、それからハーブティー、ホーリーバジルのハーブティー、はい、文房具、それから Kindle、そして最も大事な入院のセットですね、同意書関係のものを手持ちバッグに入れて、はい、それからスマホのスタンドとお財布と、チャック袋とお風呂グッズはこの中に入れて手で持っていきましょう。はい、今
全部ね入院グッズ詰めましたけれども、当然入院までにまだまだ使うものもあります、ですからチェックリスト印刷したものにですね、すでに入れたものとか当日忘れずに持っていくものって形でチェックしていくと忘れ物がなくなるかなと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それではまた。